はい、皆さんこんにちは。今日はね、簡単に段ボールでソリを作って滑ります。はい、ということで段ボールですけれども、これ 1.5 リットルが入っている、まあ、コカ・コーラが入ってましたけど、まあ、こういったタイプの段ボールを使います。そしてね、上切り取ってあります。でね、ここ下もね、実は切り取ります。まあ、こんな感じで、ここの耳の部分っていうのかな、それはいりませんので、ここを切り取ります。今日のね、雪質は最高ですよ、母さんには。本当だね、ちょっと早く行こうよ。そう、ということでね、サクッと作ってすぐ滑る、出るソリっていうコンセプトでね、今日は作っていきます。はい、じゃあこれをね、外すとベローンとなりますね。よいしょ、はい、OK。 はい、こういう風になりました。足をね、乗せるサイズにすると大きくしますけど、足をね、乗せちゃうとソリのね、コントロールが効かないんで、足はね、出しておきたい。となるとこれがね、実はね、ベストなね、長さだと私思うんですよ。それぞれ皆さん思いもあると思いますけど、今日はね、これで試したいと思います。はい、ではですね、簡単ですよ。で、ここにね、ちょうど取っ手がありますんで、まあこの取っ手も利用しましょう。なので、こっち紐を通しますんで、ここにね、ここに紐を通しますんで、同じようにここにね、穴を開けます。一番心配なのはね、この紐をね、グッと持ったりすると、ここの部分がね、段ボール通常切れませんけど、雪の上だと濡れて、ここの部分が弱くなるんで、ここの部分だけね、ちょこっとだけね、補強します。ちょっと高さがちょっとずれちゃったのは、まあご愛嬌だな。うん、ちょっとぐらいいいでしょう。紐も簡単に結んで、はい、完成です。ここにお尻乗せて、足がこう来るわけですね。まあ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 、まあまあ、こうなるわけですよ。こうね、まあ見ればわかるね。はい、ということで母さん、行きますよ。はい、ということで長野県生坂村のスカイスポーツ公園のね、体験場下の方に、ね、来ています。はい、どうですか、ここの斜面。これ母さん、いや、これ相当な速度だよね。このソリで耐えれるのかな。うわーっとね。ダメじゃん。一回こう道筋をつけとくといいんだね。はい、お疲れ様。新雪がね、50センチぐらいあって、埋もれちゃって、新雪が前にね、かぶっちゃってね、速度が出なかったですね。そうそうそう、ただ皆さん、私が滑ったところ、ものすごい速度出ますよ、あそこ。ということでね、次、高速ソリ、行ってみまで、高速言いますよ。はい、はい、はい、どうぞ。お、すごいすごいすごい。なんか何その、もうその表情何。いや、そり滑りじゃなくて、登って降りて登って降りてじゃないな、登って登って登って、もうヘロヘロです。結構な斜面だからね、これ3往復したからね。いやいやいや、これ雪道で足取られるし滑るし、いやということでね、最初一発目はね、新雪で滑り悪かったですけど、2回目3回目とね、徐々にね、滑るようになってきましたね。じゃあ母さん、行ってみますか。はいはい、準備できたようです。最初のとこはね、デコボコしてて、あそこ行かない、その途中から行くんだよね。いた、うまいうまいうまい、ほい。
母さんが一番うまかったな、私より。おお、さすが山形県生まれ山形県育ちなんでね、母さんはね。はい、コースができてるからちょっとスピード出たんじゃない？でいい感じだった。今までで一番最高だった。私なんかよりなんかリュウジみたいだったなあな、上手だった母さんや。上手だったよね。でソリちょっと見せてごらん。もうボロボロだろ。ボロボロだよもう。うん、ということでね、あのせっかく作った段ボールソリですけど、もう大破してますね。大破だね。湿っちゃってね、柔らかくなって破けるって感じでね。まあ5、6回、まあコースにもよるんだけど、まあそのぐらい滑ったらね、あとね、ちょっと使えなくなる。あとは切れ端とかでね滑るしかないね。なので何個か作って持っていくといいかもしれませんね。3つ4つ、まあ3つぐらいあるとね結構楽しめますね。持ち手のところはね、やっぱり補強した分大丈夫でしたけど、本体の方がねやられてしまいました ね。ここにねビニール貼るっていう方法もあるんですけど、まあ、結局ガムテープで貼ったりするとガムテープ取れちゃったり、衝撃でビニール破けたりしますんでね、まあ長所短所両方あるんじゃないかなと思いますんで、我々はね、何にも貼らないで、簡単な方法でね今日はソリ試して滑ってみました。ではね、皆さんもせっかく雪降ってるんでね、雪で遊んでみてはいかがでしょうか。ではこの動画良かったと思ったら、ぜひチャンネル登録と高評価ボタンお願いします。ご視聴ありがとうございました。さよなら。